はい、皆さんこんばんは、みなせです。スーパーファミコンファイアーエンブレム紋章謎暗黒戦争編のパート35、第1部10章アカネイアパレスの続きですね。やっていきましょう。はい、バスいらっしゃい。魔法あれか、レナが行けばいいのか。レナが何気に魔法高えなぁ。6まで上がってるぞ。これはシスターの能力か。はい、あれ?あ、ここまで来れたってか。あ、そういうことか。大丈夫か、これ。キンキーンって。やべえ。逃げないと。え、逃げてんのか、これ。はーい、ニコミさんいらっしゃい。やばいな。ジェネラル硬いね。ジェネラルめっちゃ硬かったね。アーマーキラーじゃないと倒せないんだろうけど。どうしよう、こいつが死ぬぞ。死んでしまう。逃がすためには前に出さないとな、味方を。ダメージ加減。だとしたら、マリックを前に出すしかないか。魔法高い。本来では傭兵が最大移動機から。だよね。そう、逃げれるは逃げれるんだけど、こいつらを、こいつらにね、やられちゃうからさ。こいつで、ここ塞いとけば、とりあえず大丈夫か。武器は、サンダーで、いいか。これでいけないよね。これで、なんとか、耐えつつ反撃して、次のターンで倒せるようにしたいな。あ、てか、水彩ここで止まってる。塞いだから、ここで打つだし。あ、ミスってた。やばい、他の奴らが被弾してしまう。移動距離を見やー。間違えてたな。あー、やっちまったよ。
死にはしないだろうが。牢屋にいる奴は生き延びればいいので、鍵を開けなくてもいけたはず。ああ、特に説得して仲間に加えるとかしなくても大丈夫なのかな。そしたら。あ、でもあれかも、味方になってるんだろうな。青色で。説得の必要はない。最初から仲間ですよ。だね。だったね。青色だもんな。大丈夫。色が青。だね。とりあえず、シーラに、シーラに受けてもらって。いや、これ突っ込んでも、HP 低いからこっち狙うのか。HP 低いこいつに当たらないようにします。一応君こっちの舞台にしとこう。誰も死ななければいいな。てか、ジェネラルは突っ込んでくるのかな？突っ込んでくるなら、アーマーキラーまた預けて、殴らないとな。避けた。ドーガだ。あ、違う、ドーガじゃない。痛い。やっぱ狙ってくるか。あ、こっちは2回攻撃だ。お、ナイスクリティカル。いいね。あ、で、HP 減ったやつが出てきたから近づいてくる。なるほど。誰か、あの、上で、ちょっとあの、HP 減らしたら、のこのこ出てくるのかな。あ、で、こいつ、追っかけてこないな。追っかけてこないんだったら、アイテム落とさないし、ほっとくか。そしたら、一足んないな。二回攻撃。最高域って何か合わせないけど仕方ない、こいつに譲る。配信出しちゃったか。あ、でもすべて上がったな。もう下のやつはなかなか危ない。こっちには来ないはず。で、そしたら、ゴードンであいつを倒したい。
なんで会心出すんだよ。くそー、力上げたいのにゴードン。で、もう一体は、もう一体どうしよう。アベルで倒すか。技が上がった。幸運が上がった。これぞ、和子。和子。つがないからな。和子つにはならんな。だから、とりあえず、サンダーで削って、ナイス、受けてくれた。さあ、あとは9出せば。誰でしたっけ、アベルか。最悪食らっても死なないはず。あ、ちょっと待てよ。こいつドラ。アーチャーはスクイルブデックするのもあり、ボーナスがでかいから。あ、そうなんだ。なるほどね。あとよ、あれ、レベル10でクラスチェンジできるんだっけか。この多分オリオンの矢でクラスチェンジできるんだよね、きっとね。そう、アーチャーとか遠隔勢は、あまりね、闘技場、マリークは闘技場できたけど、他のこいつら闘技場きつかったんだよな。技や素早さが特に上がる。また移動が見上がるので足並みが揃いやすい。ああ、そうそう、ゴード今5からスナイパーになると7になるんだよね。それがでかいよな。か、ドラゴン倒す予定だけど。お、力素早さ守備力。いいなぁ、いいなぁ。いいものが上がってくれたよ。力がな、ハイに比べてかなり低かったからな。ありがたい。そしたら、誰か行くしよう。ナバールか。あとはゆっくり進行できるかな。あ、でもあれか、ジェネラル倒さないとここの宝取れないんだな。そうか。結局、いつかは倒さないとダメか。そしたら、アーマーキラー持って突っ込まして、二人ほど突っ込ませないと倒せないか？さすがに。わからんな。数値を見ていないと。ターン終了しよう。お、こっち狙ってきたか。そうか、ダメージが大きい方を狙ってくるのか。それはちょっと盲点だったわ。
ミシェランが危ない。次のターンで死ぬぞ、あいつ。さっきこいつ逃がすか。こっちまでは追ってこんしな。で、マルスがちょっと危ないから危ないから下げるか。シーダもちょっと回復しとかないと危ないな。一旦逃げるぞ。意外と救出班も危険になりやすいんだよな。だねえ。だねえ。おとなしくアーマーナイト狙い続けてくれるかと思ったら。こっち狙ってきたからな。どうしよう、どこまで逃がそう。あいつが誰を狙うかな。ちょっとシーダを。通信としては、反撃できないキャラ、守備の低いキャラ、強いやつだと思う。ああ、そういうことか。だから、狙われたのね、マルス。これで、あの、下側のアーチャーが、左に来てくれれば、近接突っ込ませれるんだな。こいつとあと、武器、交換、返してもらおう。あ、サンダーの人なんかいらないよ。あとはまあちょっとダメージ与えてこいつらをもうちょっと釣りたいな。もう一回くらい移動してきてくれれば。ああもう二回くらいないとこいつから逃れられない。難しいね。難しいよ、ファイアエンブレムは。あ、戻った。そっち攻撃すんのが。そうか、そっちが先に動くのか。まあ、これで1ダメージになったな。で、そしたら下のやつどこ行く？あ、動かねえ。そうですか。そうですか。素直にあれか、動画を持てたもや。よかったかな。今からじゃ遅いか。あ、でも一応間に合うか。そう、こいつに行かせよう、救出。で、こいつらはちょっと、ジェネラル退治。
26だよね。1回で18か。1回で18か。倒せねえな。もう一体遠隔で、最後。マリクでも削ってか。マリクで削って、の、ナバールでとどめか。レベルアップ狙いで。よし、そうしよう。はい、こいつどこまで行ったっけ？ 5 だよね。ナバールの前までは安全。あ、でも、ん？17だろ。さすがに鋼の指でも。あー、ダメージ通らないな。ダメか。こいつは、こいつはダメだ。ちょっと下げるか。あ、でもシーダは一応上に落としとくか。アテム回復。あ、とうとう15になってしまって。お、守備力か。あんまいらんな。どうせ後方待機だしな。力上がらないな。まあ、司祭になったら上がってくれるのかもしれない。こいつすげえな。よく避けれるよ。さあ、出てこい。終了まであと5分になりました。そうか、こいつの位置が悪いな。
そう、HP こっちの上。奥まで釣って、釣らないとちょっとダメだな。一回釣ろう。なんとか、ジェネラルを倒して、この枠を終えたいな。てか、今日この枠で終わりだね。次枠予約を無効にしました。終了まであと3分になりました。これで OK です。また配信か。よし、耐えろ。今はコグレンさ。ね、レベル上がんなかったからやばい。あ、そっち狙うか。さすがに。さあ来い。ここでアーマーキラーで削れるから。よし。で、こいつで、ちょっと削る。OK。あとは、ナパール。終了まであと1分になりました。アーマーキラーを資源いなく使ってやろうじゃないか。よし、回心なし、力来い。素早さか、残念。よし、でもジェネラル撃破した。よかった、よかった。はい、そしたら、今日はここまでですね。次回、上の、あと一体のアーチャー倒して、で、下の方、攻略していきましょう。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。こいつ、倒さずに削りたいな。こいつは釣りたいしね。お疲れ様。